今日のヒーローは2勝目を挙げました成瀬投手です。まずはナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は7回投げて5安打1失点、振り返ってみて内容いかがでした？そうですね、自分にとっても前回やられてるっていうことではすごい気合がありましたし、前半の方結構安打食らいましたけど、結果的に7回で5安打っていうのはすごい納得できるかなと思いますね。はい。じゃあ今日はいい意味でリベンジの登板でしたね。そうですね、だからそれまでこの1週間はすごい長く感じましたし、その分今日勝てたんですごい嬉しいです。はい。今日ボールに関してはまっすぐのキレ、そして変化球ともにこう走っていたんじゃないかなというふうにも感じましたが、ご自身の手応え的にはいかがでしょうか？そうですね、今日は勝負どころで、ストレートの、コースに決まりましたし、でチェンジアップが何よりも低めに集まったんで、最後の最後ちょっと危なかったですけど、それ以外は僕は本当に100点満点だなと思います。はい。そして今日は途中まで1対1ともう1点も許せない場面だったんですが、3試合連続井口選手のホームランも飛び出しましたし、それが勝ち越しホームラン、大きな援護点でしたね。そうですね、あんまり1点取ってもらったっていう意識はなく、勝ち越してるんですけど、あんまりそういう勝ってるっていうイメージだとあまりピッチングに影響出てしまうので、同点でまだいつまでも投げるぞっていう気持ちで投げました。はい。じゃあ今日の登板は何かこう自信の一つになったゲームになりましたね。そうですね、今日は本当に、何よりも前回三振が取れなかった意味では、今日は三振が、ちょっと取りすぎな自分もあると思うんですけど、本当にそれがいい感じに来てるんで、本当に今日は本当納得ですね。はい。13奪三振ですもんね。そうですね、ちょっとできすぎなんですけど、本当にそのコースに決まったんで、本当に今日は自分にとってもいい報告できたと思いますね。はい。チームもこれで連勝です。チーム、そして成瀬投手もともにここからいい勢いに乗っていきたいですね。そうですね、日曜日に唐川がいいピッチングをしたんで、それに続けたらいいなと思って、結果的にいいピッチングができたんで、本当にこれから本当いいピッチングを続けていきたいなと思います。次回も好投期待します。はい、ありがとうございました。今日のヒーローは成瀬投手でした。